誰もいませんね。声の主すらいないとは。寝具の所有者よ、よくぞ真珠の間にたどり着いた。我は女神ルティアナ。後の世ではアストルティアを作りし者として伝わっているであろうか。この方が生のルティアナ様。お会いしとうございました。天使長、ルティアナ様はジャゴ沼との戦いで。ああ、私としたことが。このルティアナ様は神話の時代にでも記録されたお姿なのかな。真剣と盾を所有する者よ、汝が何故力を求めるのか直に問いただすことはかなわぬ。汝が世界を守らんとするものか、私欲のため強大な力を得ようとしているだけのものなのか。ひとたび神具の力を解放すれば、汝は我に匹敵しうる存在。創世巨神への変化が可能となる。みだりに与えるのははばかられる絶大なる力であるよ。これまでの試練で汝の心と知恵を代行者に確かめさせた。最後に、この荒ぶる力を扱えるだけの力量があるかを試す。我がしもべたる判定者に汝の力を示せ。えるのは神具の所有者の。天使や神々の助力はその一切を禁ず。ここまでついてきて見ているだけだなんて無念です。信じるよ、お前なら必ずやルティアナ様のお眼鏡にかなうだろうさ。
我、汝の力量を認める。神具の秘めたる力を解放しよう。真剣レクタリスとアストルティアの盾、その絶大なる力の源泉は協力者たる神々の命脈を糧とすることにある。真剣は星さえも両断し、盾は神々と融合し、創生巨神に変化する力を秘めている。神具の所有者よ、アストルティアの盾を手に我が前に立つがよい。これより汝は念じるだけで神々と融合し、霊視の鎧をまといて創生巨神に変化できる。ひとたび創生巨神となれば、海を裂き、山を砕き、大地を割ることすらたやすい。ただしその力は無限にあらず、創生巨神の権限には融合した神々の命脈が費やされていくからだ。神々の命が尽き果てる前に変化は解け、回復するまでの間再び創生巨神になることはかなわぬ。この力は忌まわしき侵略者自悪と燃焼体に対抗するための手段として用意した。進化の航路や天の箱舟も皆自悪との脅威に備えるためのもの。もし今汝が自悪との脅威に直面しているならば、神々や天使と力を合わせ苦難を乗り越えてほしい。すべては最悪の事態を想定しての備えだったのですね。ルティアナ様も本心ではこの神殿が閉ざされたままであってほしかったのかも。やっぱ無事だったか。さすがだぜ。帰りが遅いから様子を見に来たんだけど、余計なお世話だったかな。守備はどうだ？期待以上の成果さ。ルティアナ様が我らを思ってこれだけの準備を。そりゃすげえな。うまく使えば自悪とども一掃できるんじゃねえのか。うまく使えばか。ならばできるだけ敵の情報をつかんで一撃必殺を狙いたいところだな。もう一度ジアルーベと向き合わなければならないようだね。そろそろ落ち着いていると良いが。よし、海聖堂の2階にあるジアルーベの部屋に行ってみるか。
Thank you.
Thank you.